自由を求め火の国からここさすらゆうやと大将まっちゃんぱつき姉ちゃんも商店レシピを考案 We are Samurai Bros ということで早速作っていきましょうか。本日のメニューは何でしょうか。キングオブジャパニーズスパゲティナポリタンでございます。イエーイ。ナポリタンってあんまりニューヨークでないよね。ニューヨークどころかアメリカでは存在しない。日本以外では多分存在しない、まあ、確かにパスタにケチャップ入れるって概念がまずないもん、ね、概念ないし、前に俺がこちらのレストランで働いてる時にアメリカ人に聞いてみたら有名なやつがあるんだと、もうなんかみたいなスパゲティにないパスタにケチャップもうなんかもうそうディスカッティみたいな感じに言われたぐらい、うん、ぐらいあまりにってか全然知らないし、まあ言ったら邪道って言ってもおかしくないぐらい、ほうほうほう、なんだけどもやっぱ好きじゃん。まあまあ、まあ、僕らは好きですよね。もうキングオブナポリタンですから、はいはいはい、でそれをぜひ今回はアメリカ人の方に見てもらいたいと。お、はい、でアメリカ人ってスパイシーなもの好きでしょ。好きだね、うん、めっちゃスパイシーなもの好きなんですよ、うん、なので、ね、今日のナポリタンはちょっと大人のスパイシーナポリタン、これを作っていきたいなというふうに思っております。ちょっと刺激的ナポリタン。いやいや、もう刺激がもうね、普段の刺激が足りないんでね、こういうところで刺激をね、こうね、ぐん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 自分に与えてね、明日への活力にこうしていかないとね、いいですね。大変悪いですよ。まあ本当に最近唇も荒れちゃって大変ですよそれと刺激が関係あるのかちょっとわからないですけど、いやいやいや、そこはね、チューし足りてないってことですね。潤いが足りてないってことですね。あー、足りてないな、カピカピだそれでは早速出陣してまいりましょう。では行きましょう。ナポリタンの陣、いざ参る。サムライブロス。
サムライブロス。さあ、出来上がりました。ナポリタン、キングオブスパゲティ、ジャパニーズスパゲティでございます。いやー、早かったね。本当に10分茹でたとこからほぼ10分で出来上がりました。綺麗ですね。いやもうね、はい、いろんな飲まなきゃいいです。もう早速食べましょう。じゃあ、はい、やってますんで、いただきます。いや、いい音だね、それも。やっぱりチョリソーもぶっ刺していきたいと思います。これ麺が長いかも、巻ききれいね。すいません、いただきます。チョリソーも、うん、チョリソーねえじゃん。うまいね。うん、ほんとなんかさ、このチョリソーちょっとサラミにも似てるね。うん、うまっ。待って、7位でこの実力。うん、すごい、うまいわ。うまい。そして麺がやっぱちょっと太い方がいいでしょ、これ。うん、なんかもちもちしてる感じがあって、うん、あの昔ながらの喫茶店にありそうな感じのパスタ、ナポリタンですね。うん、うまい。ポイントは、うん、カロリーを気にしない。ナポリタンに関してもカロリーは気にしてないです。なるほどね。うん、ガンガンケチャップ入るし、うん、マヨネーズ入るし、うん、バターも入るし、うんうん、チョリソーだったらいろいろ入るんですけど、もカロリーはもう完全に無視してください。はい、それが美味しくするコツね。うん、うん、あとはペッパー、グリーンペッパー、ピーマンを最後に入れること。歯応え残すため。うん、なるほどね。本当にね、アメリカ人の皆さん、紹介ナポリタン、ぜひ作ってください。絶対好きだと思う。うん、おぉ、うん、うまいね。じゃあ最後一緒に。うん、子供の時さ、ナポリタンめっちゃ苦手だったんだよね。うん、ごちそうさまでした。Just make sure that you subscribe to our channel. All you need is to subscribe. And please give me a thumbs up.